これを大事にしたい、そう話している山口です。いやでもこういう場面でやっぱ 村田がつないで阿部に回ってくるもんですね。巡り合わせですね、場面が。あっと、この間にランナーは一塁蹴って二塁を蹴って大きく蹴ったところで戻ります。得点圏に村田、二塁に進みました。ワイルドピッチです。ジャイアンツファンとしては同点、そして一気に、そんな思いで一気かせい、ボルテージを上げての応援。DeNA ファンは固唾を飲んで見守る。阿部の当たり、どうだ、逃げ切れない中畑 DeNA、 追いついた原巨人。今日の試合はまだ分かりません。いや水野さん、壮絶な試合になってきました。そしてドームの雰囲気もちょっと何か一変しましたね。まあ恐ろしいですね、このバッターは。やっぱ誰もが望んでるものをそこで打つわけですからね。だから山口にしたってもうかわしたってしょうがないから自分の自信のあるストレートを言ったわけですけども、まあ、それを弾き返されたらもう仕方ないでしょうけど、まあ、そんな簡単に打てるもんじゃないですよ、野球というスポーツの中で、はい、こういう望んでるところでね、それも平然と一球で仕留めるんですから。ですから、まあ、広島にしてもチーム状態が上がってきてもジャイアンツに当たると負ける、どのチームもいい状態で来てもジャイアンツに KO を出されるわけですよね。打たれた瞬間に天を仰いだ山口。山口自身も悔しいけど、7回から送った中畑監督もやっぱりイニングまたぎはっていう後悔が生まれるし、本当に厳しいですね。一つ勝利するっていうのはもう本当に大変ですね。